おいす、こんにちは、無理です。はい、ということで今回も村子さんが何やらつぶやいておりますので、最新情報の方を見ていこうかなと思います。で、今日はポストされたのは2個ですかね。まあそんなに多くはないんですけど、この中に、まあ、結構濃い情報があると。ガンホーツアー2024に関する情報が公開されました。来場者特典やグッズ購入特典でゲットできる新たなモンスターも紹介しております。8月17日の土曜日の埼玉会場ではパズドラ公式放送も実施ということで、これね、ちょっとまあ今後詳細がね見られるんでちょっと見ていくんですけど、まずは8月17日埼玉を皮切りに全国7都市を巡るオフラインイベントガンホーツアー2024が開催されますと。で、ガンホーツアー2024の詳細はこちらということで、まあちょっと軽くねスケジュールだけ見ておきましょう。8月17日に埼玉会場です。これが一番ですね。ここにだからヤマピーが来るのかなって思います。はい、まあゲストさんとかもこう乗ってますよといった感じですね。行かれる方は楽しんできてください。で、8月24が次がイオンモール倉敷ということで、岡山県ですね。僕が一番近いのはここですね。まあここには多分行かないんですけど多分行かない、今の予定では。うんですね、僕が行くところもねちょっとここで紹介しておきます。一箇所ね行くところ決めてあるんで。で、あ、いいね、インパルス来るのいいっすね。で、次愛知県ですね。9月14日ですね、土曜日、こちらは愛知県になっております。イオンモール、これはなんて読むんですかね、東浦でいいのかな、読み方違ったらごめんなさいね。で、続きまして大阪会場、9月21日イオンモール堺北花田ですかね、1階センターコートと。お、次長課長来るのか。で、私が行くのはここです。千葉会場、9月28日土曜日10時から18時、これイオンモール幕張、読み方わからん新都心ですか、1階グランドコートですね。はい、ここに行こうと思ってます今のところはね。うん、っていうのもなぜかっていうと、ウイリさんと一緒に合流していくからですね。なので、千葉会場には僕とウイリさんが多分います、多分ね。うん、まあ今のところまだ予定なんで、1ヶ月以上先の話をしてるので、ちょっとまた予定とかね変わるかもしれないですからね、なんとも言えないですけど、一応ここに行く予定で今は動いてます。はい、で、宮城会場です。10月19日イオンモール名取ですかね、これ名取名取ですかね、名取って書いてあった名取コートですね。お、フルーツポンチだね。で、福岡会場です。こちら10月2の26日ですね、10月26日ですね。パンクブーブーと。はい、ということで来場者特典としてモンスターメモリーカードがプレゼントされます。レイランとカリンとハクですね。これの性能もハクが出てたね、カリンも出てたかな、全員出てたかな。うん、ちょっとこの後見ると見るんですけども。で、イベント開催期間中に会場へご来場いただいた方に先着でパズル&ドラゴンズパズドラバトルと連動するとするモンスターメモリーカードプレゼントですね。記載された QR コードをパズドラバトルで読み込んでゲームと連動しようと。まあ、やり方はちょっと最近始めた方はよくわからんかもしれないですけど、パズドラバトルというアプリが必要になりますと。そちらで QR コードを読み取れる画面があるので、そこで読み込むことによって、これね、カードの裏に QR コードが貼ってあるんですよ。なのでそれを読み取ると本編にダンジョンが実装されて、それをクリアするとこのモンスターがゲットできるよっていう、そういう仕組みになっておりますので、ぜひねこれはゲットしましょうって感じですね。うん、ちょっとね実際やろうとしたら分かりづらいと思います。これ実際パズドラバトル開いてみて、どこに QR コードのあれがあるんだろうみたいな感じかもしれないですけど、はい、まあその辺はちょっとまた、多分どっかに書いてあると思うんですけどね、どっかには書いてあると思うんだけど、うん、はい、ちょっとまあ調べてください。はい。まあ頑張ってポチポチしとけばそのうち画面にたどり着くと思います。これ見た方が早かったか、会場は。で、パズルバトルでダンジョントレジャーを配信ということで、イベント開催時間中に会場内に出現するトレジャーをパズルバトルでゲットすると、連動したパズル&ドラゴンズ5連ガチャドラが登場するダンジョンを入手することができますよと。で、あ、これここに書いてある。あ、これもう飛ぶんだ。じゃあ後で見るわ。これがね、新キャラクター、パズラ Z のあのキャラクターたちも含まれたガチャを5回引く、5連続引くことができるよって感じになってます。で、オリジナルグッズとして、タマドラの内輪がもらえたりするみたいですね。いいですね。パズドラ&ニンジャラのオリジナルショッパーと内輪。まあ、袋みたいなもんですかね。はい。です。で、あとは、まあ、ゲストに挑戦とか、まあ、この辺もありますよって感じですね。うん。あ、これも書いてあるんだ。はい。e スポーツ全国大会 e スポーツ選手権2014佐賀パズラ部門のブロック代表予選を開催します。まあこの辺も代表選手で、まあ、トーナメントで勝ち上がっていくような感じですね。で、あとはこれがね、ゲスト4人にガチ対戦で挑戦しようっていうね、参加していただいた方にやっぱ
これはだからなんか自分で自ら参加しますって希望して、であとはなんかいろいろやるみたい。まあ4勝ちですね。4勝ち力入れてる方はぜひ挑戦してみてくださいって感じですかね。パズラ T シャツが1位になったらもらえるらしいんでね、いいっすね。はい。で、強運チャレンジっていうのがね、あるんですよ、これ。で、まあ、公式競争もあるよって書いてあるんですけど、このね、強運っていう称号、大会終了後は称号強運チャレンジ大会を実施。これ気になるんだよね。これ何？見てないんですよ。ステージ前にて、ブロック代表予選をご覧いただいた方の中から、複数名の方に5連ガチャチャレンジをしていただきます。ほ？ 5 連ガチャチャレンジっていうのは何なんだろう？なんだそれ。魔法石を払ってお前ら5連しろよって言ってるのか、それともこのパズドラバトルのやつで手に入った会場の5連のやつを引くのか、ちょっとわかんないですけど、チャレンジしていただいた方には、チャレンジしていただいた方にはイオンギフトカード2,000円分、チャレンジするだけで2000円もらえるってことで、さらに5連ガチャの結果を得点に換算し、最もスコアが高かった方には称号強運を贈呈。参加希望の方はブロック代表予選の開始前にステージ前へお集まりください。俺やりてえこれ。俺めちゃめちゃやりたいこれ。うん、え、全然やりますよ。だからこれ忘れないようにね、だからブロック代表予選があると思うんですけど、こう時刻表とか多分貼ってあるんですよ、会場に。なんで早めにちゃんと行って、ブロック代表予選の開始前にステージ前へ集まりください。多分あの声かけで募集されると思うんですけど、これはね、やってみる価値ありでしょう、皆さんね。ちょっと5連チャレンジっていうのが、なんか、自分で魔法石なんか出せよって言ってるのかがよくわからないんですけど、そうなのかな。特定の換算は本企画内に発表します。だから、星6以上が何点、とか、フェス限が何点、みたいな感じなんでしょうけど、うん。あ、違ったわ。ガチャを引いていただく端末は主催者が用意するので、自分で魔法石払えようじゃないっぽいわ。大丈夫でした。はい。あなたたちの魔法石は減りません。多分これは。はい。端末は会場が用意してくれるらしいです。パズドラワンデイトーナメント、プロだけが参加できるマスタートーナメントで誰でも参加できるチャレンジトーナメントの2つの大会を楽しめる、パズドラプレミアムリーグ2014開催と。はい。って感じですね。まあこれは去年もやってましたね。うん。チャレンジトーナメントやれる方は、事前に、なんかね、違う別の会場があって、そこに行かなきゃいけないので、やられる方はちょっとその辺会場違うと思うんで、気をつけてください。はい。ですかね。歴代ランキングダンジョンに挑戦、歴代ランキングダンジョンに挑戦だって。うわー、なんかちょっと面白いね、これ。ランキングダンジョンのプレイ後に出るスコアを会場特設ボードに記録していただいた方には、プラス2970とともに20メダル5枚、モンストメモリーカード1枚。いいね。巨大モニターでコンボに挑戦。なんか面白そうなことやってますね、ちょっと。で、あとグッズ販売ね。これがさ、あのね、5000円買うと、買うごとになんですけど、セロ&バーチなんですけど、これ性能後で見るんですけど、これ1枚手に入るんですよ。ちょっと小賢しいんですけど、やり方が。小賢しいし、あの性能は2体欲しくなるから1万円買わなきゃいけないんですけど、1万円買わなきゃいけないんですけど、はい。ね、また転売の予感がしますね、これね。でね、ラインナップがまあこんだけありますと。5000円買えってなってくるとさ、5000円ってさ、なかなかこの価格で5000円いけっていうのはさ、タンブラーを2個買うでしょ。タンブラーを2個買って、クッキー2個買い。ハンドタオルなんだよな、これね。ハンドタオル、これキーホルダーが欲しいんだよね。この覚醒はなんでこれなんだろうって感じですけどね。ステッカーもなんかな、湯飲みもまあ使わないんだよな。タンブラーグラスは一番使うんだよな。これが一番僕の中では実用性が高いって感じですかね。これ両方買うか。で、あとは、ステッカー台。貼るとこないんだよな。ステッカー貼るとこないんだよな。あんま別になんですよね。クッキーもな、なんか形に残るものが欲しいんでね。ハンドタオルもって感じですし、なんかねパッとしないんですよね、僕の中では。僕の中でもうタンブラーグラス以外パッとしないんですよね。って感じなんですよ、ちなみにこれ称号がいっぱい書いてあるんですけど、ヨドミヤなんだろうね。普通に T シャツとか置いてくれればいいのに。 T シャツだって俺全然買うのに。あ、でもここにアクリルキーホルダー6種が、これがまだあれか。この辺で稼ぐか。これ全種類買うか。この辺。アクリルキーホルダーはちょっとありだ。ここちょっと。これ楽しみね。うん。ここで使ったらいいわ。はい。って感じですね。まあ、5000円買うと、
手に入るよっていう話でございましたということで、はい、もう今ので以上かなと思うんですが、はい、まああとは注意事項いろいろ書いてありますね。その辺は読んでおいてくださいって感じですね。はい、って感じでした。ちょっと長くなりましたけど、でですね、こう性能が出ます。はい、こっからがまあ本編みたいなもんですね。レーランですね。まずはレーランがスキーブ4回復 L 字のドロ強魔3色プラスで10強プラ2ですね。うん、まあ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 って感じですね。ドロ強持ってるねーぐらい。聴覚スキープラバインド10強全パラアップで、まあ10強5つあるのは良きかなと。ちょっとステータス120にしてから見せてほしいんですけど、そこまで今んところ高くは見えないが、まあ99なんで何とも言えないですね。非光の二属性だけですね。6ターンスキルで2ターンの間、自分スケットの上限70億と、受けるダメージ2ターン半減ですね。で、ロック解除の陣打ちます。76リーダー。うん。まあ、輝ける場面はあるかもしれないけど、どうしても欲しいわけではないかなと。で、武器ありですね。泥鏡3色あって、回復泥鏡を持ち、スキル2の非ダメージ軽減ですね。スキルは据え置きとなっておりますね。まあ、非ダメージ軽減、輝く場所、百式とかではもしかしたらぐらいですか。で、カリンですね。まあ、水属性バージョンといった感じですかね。76になっててっていうとこですね。属性違いって感じですよね。で、こちらも水ダメージ軽減なので、まあ、戦場あたりで使える場面はあるかもねと。うん、まあ、泥鏡漏れるのはなかなかいいんじゃないかな。で、ハクですね。まあ、これも色違いって感じですかね。うん。はい。はい。まあ、そんな感じですね。うん。まあ一応無課金キャラ、会場にさえ行けば手に入るキャラなので、まあそう考えたら持っておく価値はあると思います。記念にもなるからね。で、こいつが意味わからんぐらい強いんですけど5000円でまあ1体手に入ると。だからまあ2体欲しければもう5000円分買えよっていうね、小賢しい商法を使ってきてるんですが、バインド封印スキブ4つの38ターンの3ターンヘイスト変身ですね。はい、ちょっと重たいけど、変身重たいけど3ターンヘイストは強いと。で、ちゃんと8枠潜在ありますよ。で、変身後、バインド封印冬持ち、3色プラスが3つ、TG、十字プラスですね。十字と TG を一緒に組むんか、みたいな感じですけど、まあ、TG で生かしていこうかって感じですかね。で、2ターンスキルとなっておりまして、1ターンならリーダースケットの攻撃力が3倍と、ダメージ上限値が90億、6解除の木、光、闇の3色陣。スキルがやばい。スキルがやばい。2ターンで打てて、リーダースケットの攻撃3倍ですよ。高くね、3倍って。で、さらに上限値90億ですよ。だから、別にこいつが火力出さなくていいみたいな。こいつサブに詰めておいて、リーダースケットが上限解放できないキャラっているじゃないですか。今回のキャプテンマーベルみたいな。ああいうキャラクターたちに、上限値を付与してあげるよみたいな。で、自強化入る。自強化って言わない。他強、これ、自強化じゃないもんね。自分じゃないもんね。リーダースケットの攻撃力上げるから、火力めっちゃ高くなるんですよね。これね、めっちゃスキル強いと思うし、この色ってなんかあのブライダルの白がこんな色じゃなかったっけ。そうっすよね、ブライダル白が黄、光、闇の3色っていう感じで、しかも T なんで、まあ一応相性としてはよしって感じですけど、まあ、実際一緒に使うかは、はて、紙タイプエンハンスしてくれますよって感じですね。紙だわ。相性いいな。相性いいっすね、ハクトのね。うん、色的な相性は良しですね。まあどっちも生成枠になっちゃうから、その辺はどうなのかなっていうのはありますけど、はい。ディーラースキルが黄、光、闇の同時攻撃でダメージを半減し、攻撃が22倍で4加3、小手500万でドラゴン神タイプ全パラ 2.6 で強すぎ、強すぎる。ねえお前、2.6 半減のコンボ加算でとどめとけばいいものを追撃500万持ってるの、やばいだろお前なあ。自社キャラどうした、急に自社キャラ強い。自社キャラムーブがすごい最近ね。で、武器ですよ。キー付与浮遊スキブいたねー、光のやつ。これそうですか、ソー&ザマイティーソー光バージョンね。これのキーですね。うん、ダメージ激減2ターンヘイスト強すぎ。メビウス武器ですかみたいなね。あー、やばいっすね。で、この武器もね、ちょっとやっちゃってて、あのですね、マーベルの評価をするときにですよ、光を付与しながらダメージ吸収を4ターン継続するキャラはキャプテンマーベルの武器しかありません。ん、出た、もう出ちゃった。しかもなんならこいつの方が使い勝手がいいまである。はい、光付与、チーム HP2、スキブ2、光ドロ強プラ、回復ドロ強20ターン寝てる、無効貫通4ターン、ダメージ吸収4ターン、味方スキル3ターンヘイスト、やばすぎ。
火力漏れるのはもちろんキャプテンマーベルしかいないんですけど、いやまあ別に誰しも火力漏れたいわけじゃないしっていうね、大吟醸につけたいとかそういうのがあったりするので、まあ火力ワンチャン出なくていいよみたいなキャラにつけるケースがあるので、いやこれ強いっすよ。新万寿とかでも、新万寿初手打ちめっちゃ強いっすよこの武器。うん、初手新万寿ってダメージ向こうワンチャン張ってくるんですよ、2V値かな真ん中が。でそいつに刺さる上に3階層のダメージ吸収を両方対策していけるっていうね、この武器めっちゃ刺さります、新万寿の初手から3階にかけて。うん、強すぎね、これマーベルの良さマーベルの俺の力説を返してほしい、本当に出ちゃった。はい、出ちゃいました。で、次、闇不要無効感7強スキブ、まあまあこれだけだったらまあまあですね。はい、5段ヘイストです、はあみたいなね珍しいね、5ターンヘイスト、ヤマト武器とかが5ターンヘイストだったかな。うん、まあなかなか代用が難しくなってくるかなと思うし、ダメージ全員上限値上げるのもまあどっかで輝く可能性もあるかなと思いますんで、いやこれね武器全部強い。まあキー不要のスキブ浮遊がまあ使う場面がどうかなって感じ、ちょっとやっぱり物足りなく感じちゃうんですよね。これ運営はやっぱこれ以上何かつけるとやらかしすぎるのかな、泥強とかつけたくないんかなって思いますけど、まあ本体がそもそもめっちゃハイスペックな最強リーダーになりそうな予感がするし、なおかつ、武器やばい武器やばい、うん、使い勝手がいいのは多分ねこの武器だと思います、光、今の環境だと特にって感じですね。まあ続いて闇がね、まあ5ターンヘイストが輝く場面はどっかある、これマジで持っておきたいですね。うん、5000円出せば誰でも手に入ります、ちょっと高いです。はい、性能はそれなりのちゃんとした性能してます。で、あとね、これ、先ほどチラッと話したんですけど、会場で、パズドラバトルで、トレジャーでね、5連ガチャドラが降臨のやつが手に入ると。で、5連のラインナップとして、ゼルクレアだったりとか、アークベルザが入ってますよってなってますね。運良ければ、ここでね、手に入る可能性もあると。言った感じです。あとは、強風の称号があったりとか、まあ、もろって感じですね。はい。てな感じでございました。いかがだったでしょうか。ちょっと小賢しいなっていうね、感じですけども。私は千葉の会場に行ってこいつをゲットして、あーでもそっか、埼玉が一番早いの、まあいいや、その速度はいいや、もう入手速度のことを考えて埼玉行くのはちょっとあれだわはい、ということでね、僕は千葉でゲットしに行きたいと思います。はい、ということでね、皆さんこれ手に入れたいですか、手に入り行く方はこの件のこれ行きますよとか、もしもう決まってる方がいたらね教えてください。ではご視聴ありがとうございました。千葉に来る方は会えるかもね。バイバイ。